翼産議会とは太平洋戦争中における帝国議会の故障。その式については新体制運動の中で既存政党が回答されて体制翼産会が結成された1940年とするのが一般的であるが翼産議会としての定裁が本格的に整うのは1942年の第21回衆議院議員総選挙以後のことである。 戦時下で行われた唯一の国政選挙となる1942年4月30日の第21回衆議院議員総選挙は、大政翼3会が推薦した候補者に対して、よく翼3会の下部組織の一つである、第日本翼3総年団をはじめとする官民からの支援が行われ、逆に、非推薦候補者に対しては選挙干渉とも言えるような圧迫が加えられたとされている。 この結果、466の定数のうち381名の翼産会推薦議員が当選した。このため、この選挙を翼産選挙とも呼ぶ。翼産選挙後の5月20日翼産政治会が結成された。翼産政治会には、刑事事件で起訴された2名を除くすべての衆議院議員が参加した。翼政会の下での帝国議会においては、 派閥政治の一層と真の国家的見地に立った行動が求められ、戦争を有利に進めるために政府提出法案を無修正で速やかに成立させることが帝国議会議員の義務とされた。この議会は翌3議会と称されて、これによって名実共に一党支配の政治体制が完成された。だが、形式的には大日本帝国憲法によって権力分立が維持されて、 法律や予算の成立には議会の賛同が必要であったために政府や軍部が強力な権限を保持していても朝鮮主義による戦争遂行は不可能であり議員に対しては政府内の役職を与えることによる懐中策や政戦冠水という政府議会の共通目標を大義名分として強調することで協力を得ることで過労時て議会を掌握していたのである。 つまり実際には、当時の翼3議会は、無力な行政補助機関というよりは、政府、軍部の政選完遂政策を推進する、協力勢力といえる存在であった。だが、戦況悪化と共に非推薦議員を中心として、同会の行動に反旗を翻す議員が続出して、同会の内部の脆さが露呈した。また、軍部と結んで国政の主導権を取ろうとする。 抑政会指導部の方針に対して、支持母体である体制翼3会や翼層が反対したために民衆に対する影響力も低下した。九百四十五年三月十一日には、岸信介が五国同士会を旗揚げして、翼3政治会から離反する。このため、軍部は同年三月三十日に翼3政治会他所団体を強制的に統合して大日本政治会を 結成させた。だが、この強制的統合は三団体の関係者の反感を買って、帰って機能低下を招いた。日本の敗戦後、9月14日に、第日本政治会は解散したが、非正会に所属していた議員の大半が11月に、日本新歩党を結成した。そのため新歩党は今日では、 日政会の更新と評価されている。だが、翌3選挙で協議会推薦で当選した候補が中心となって結成された政党なので、新歩党は翌1946年の公職追放令で所属議員273名のうち実に259名が公職追放され大きな打撃を受けた。ただし、これをもって単純にこの時期の議会が政府、 軍部の支配下に入ったというのは総計である。なぜなら、政府や軍部に批判的な政治家でも日本が戦争に敗北することを支持していた、政治家は皆無であり、重大な問題があるものでなければ、戦争遂行のための法案に反対する理由がなかったからである。体制翼3回成立後、東条内閣の初期を除いては、閣僚、内閣参議、政務次官や、 その他諮問機関の委員など政府の役職の一部には周期両院の議員が任命されて内閣の一翼を担っていた。非推薦議員の中にはこうした動きに反発する動きもあったが抑制開始の部によってその動きは抑えられまた同調する議員も少なかった。ありがとうございます。